年数を経てお家の塗装面はダメージが見受けられるようになります。下地処理の工程はダメージを補修し建物の修復を行います。また塗装の仕上がりの確保、塗膜性能を十分に発揮させるために欠かせない工程です。下地処理の工程は大きく分けて6つです。ひび割れ補修、塗膜の剥がれ浮き部を除去、高圧水洗、シーリング作業、鉄部の錆取り、乾燥養生となります。では作業内容を見ていきましょう。ひび割れが発生した箇所を補修します。新たに塗料を塗り重ねるために劣化した表面塗膜を除去します。次に塗料に十分な付着力を確保するため壁面のホコリや汚れを高圧水洗で取り除きます。外壁の打ち継ぎ部分の緩衝材としてシーリング剤を注入します。防水効果だけでなく建物の振動を吸収する役割を果たします。鉄部は錆の除去が非常に重要になります。錆や汚れ、また劣化した塗膜が残ったまま塗装すると塗り替え後早期に錆、剥がれが発生しやすくなります。屋根のひびや欠損などをチェックし必要に応じて補修を行います。屋根には汚れがたまりやすく高圧水洗で入念に下地処理します。塗装に備え塗装する面を十分に乾燥させます。